立川飛行場。立川飛行場は、東京都立川市に所在する防衛省所管の軍用飛行場。旧立川飛行場は、立川市と秋島市にまたがって所在していた。1977年、昭和52年に全面返還されるまで、アメリカ空軍基地でもあった。現在の立川飛行場は1982年3月から運用が開始され、 主に各観光庁のヘリコプターが運用されている。陸上自衛隊立川駐屯地、駐屯地指令は、東部方面航空隊長が兼任の一部であると、同時に立川一気防災基地としての役割があることから、東京消防庁航空隊多摩航空センターや、警視庁航空隊立川飛行センターが併設され、共用している。常駐機はないが海上保安庁の海上保安試験。 研究センターもヘリコプターの駐機場、格納庫、給油施設を備える。訓練のため定期的に航空自衛隊の C-1 輸送機や海上保安庁のヘリコプターが飛来する。滑走路の長さは900メートルであるが、北側の長さ300メートルの滑走隊、離着陸時の滑走に使用できると合わせると1200メートルである。立川飛行場は、 大正時代の1922年、帝都防衛構想の陸軍航空部隊の中核拠点として開設された。当時、立川駅北口には広大な土地があり、鉄道に近く燃料輸送や兵員輸送にも交通合だった。立川飛行場には、前年に岐阜県各務原で編成された飛行第5大隊が移駐し、 同体は1925年に飛行代後連隊へと昇格した。立川飛行場は昭和時代の初めに民間空港としても共同利用されていた時期があり、1929年には立川と大阪を3時間で結ぶ日本初の定期航空路が開設された。その後、満州事変が始まった1931年に東京飛行場、現在の羽田。 東京国際空港が開港し、1933年に民間機は東京飛行場に移転して、立川飛行場は陸軍専用となったが、1937年にフランスのパリを目指して飛び立った上風号の出発は立川飛行場からだった。日中戦争下の1938年に飛行第5連隊0下の戦闘中隊は飛行第5戦隊に改編され、 翌年には、柏飛行場、千葉県へ移住した。そのため大東は戦争、太平洋戦争中は、実戦部隊こそ置かれていなかった。立川飛行場は、陸軍航空部隊の研究、開発、製造の一大拠点として、重要な地位を占めていた。立川飛行場の隣には、立川陸軍航空交渉などの軍の工場や、陸軍航空技術研究所、 1928年以中などがあり、新型機の開発、実験のみならず、大東亜戦争中には、後進の陸軍航空審査部が前線で、アメリ軍やイギリス軍から旅客した、ボーイング B-17 や、ホーカーハリケーン、ノースアメリカン P-51 などの試験飛行を行っていた。また少し離れた場所には、陸軍獣医資材本省があった。 飛行場周辺には軍用機を製造する立川飛行機や日立航空機、昭和飛行機工業など多くの民間工場とその下請け工場が建てられ、これらは戦争末期に連合軍による激しい爆撃を受けた。敗戦に伴い連合国軍の一国として日本の占領に当たったアメリカ軍は立川飛行場を接収して、 既存の滑走路の東側に延長約2000メートル、オーバーラン含むの新滑走路を建設した。アメリカ軍は、新滑走路から東側を極東航空資材司令部、フィンコム、ファーイーストやマッティエリエールコマンド、ファク3011、通称フィンコム基地、西側を極東空軍輸送飛行場、ファク3012とした。朝鮮戦争時には主に物資や、自民の輸送のために、軍や、 民間のチャーター機が多く使用したが、停戦後かつ連合国による占領が終了した後の1954年、昭和29年4月には、第315航空師団が移駐し、これと前後して、軍事航空運輸サービス、マッツ、ミリタリーエアートランスポートサービスの旅客ターミナルが開設された。しかし立川飛行場の滑走路は、両端外省に近く、 実行延長は1500から1800メートルで、ハワイのヒッカム空軍基地まで無着陸飛行をしようとする、ロッキードコンステレーションやダグラス DC-6 などの大型プロペラ機のみならず、当時開発が進められ、1950年代後半に就航が計画されていた、ボーイング707やダグラス DC-8 などの、ジェット輸送機の離着陸が困難だった。 そのため1月から3月の日米合同委員会 JC でアメリカ軍は立川をはじめ行き去らず、新潟、小牧、横田、伊丹の核飛行場の拡張を要求した。1956年昭和31年1月にアメリカ軍は2つの基地を統合して立川航空基地、立川エアーベース、FAC3012 日米安保条約上の施設名称は 立川飛行場と名付けた。1950年代から1960年代にかけて、基地の西側は、兵員や軍事物資、軍関係の旅行者を乗せた飛行機で賑わい、多くのレシプロ貨物機が飛来した。軍用輸送機としては、ダグラス C-124 や C-46、C-47、C-54、ロッキード C-130 などが飛来し、 ダグラス DC-6B やロッキードコンステレーションなどの民間チャーター機も飛来した。最盛期には平均約2300回月の発着と約2万人月の給油が行われたが国会によると乗客の中には新潟日赤センター爆破未遂事件を支援するために日本に潜入した韓国工作員もいたという。一方、 東側の極東航空資材司令部は組織改編に、伴い極東航空兵隊軍、フィラゲファー、ファーイーストエアーロジスティックスフォース、航空資材軍太平洋地区、アンフパ、エアーマティエリエルフォース、パシフィックエリアなどに名称を変更しながら、広報支援施設として機能した。ジェット大型機への対応には北側への滑走路拡張が必要となったが、この計画に対して、 地元地権者や学生活動家が猛反対した。1957年の強制測量をきっかけに砂川事件が起き、1959年には最高裁判所が在日米軍の合憲性を判断する事態にまで発展した。1960年、昭和35年にベトナム戦争が始まったが、砂川事件の裁判が続き拡張計画の実施は、 停滞した。アメリカ軍は横田飛行場、旧大日本帝国陸軍、立川飛行場付属玉飛行場の滑走路を1300ウトルから3350メートルに延伸し、兵員施設を整備して、1960年、昭和35年から立川の軍事航空運輸サービスを順次横田に移転した。1969年、 昭和39年にベトナム戦争からの撤退を公約に掲げたリチャード・ニクソンがアメリカの大統領に就任した。この頃、立川では最終的に拡張予定値の90%にあたる約25.5万メートルの土地買収が完了していたが最初の拡張要求から14年が経過し日本の防衛力整備が進んだことなどを主な理由として アメリカ軍は1968年昭和43年12月20日に滑走路延長計画の止めを発表した。さらに1969年昭和44年3月には第315航空師団の解散と第22軍事空輸中隊の活動停止が発表され、同年10月には立川飛行場における飛行活動の全面停止が決定。12月8日をもって アメリカ軍によるすべての飛行活動は停止された。飛行活動停止後もアメリカ軍は倉庫や宿舎、病院などの広報支援施設として滑走路部分を除いた区域を使用していたが、管理部隊だった第6100支援航空団が1970年昭和45年7月に解散。1971年昭和46年11月からは、 横田飛行場で新編された第475基地航空団475トン H エアベースウィングの管理下に入り、ランドリー、洗濯工場の閉鎖など施設の縮小が続いた。同年には陸上自衛隊とアメリカ空軍の間で立川飛行場の滑走路使用に関する協定が締結され、翌1972年昭和47年に 陸上自衛隊の先遣隊は、移中を開始、立川駐屯地が発足した。1973年、昭和48年1月の、第14回日米安全保障協議委員会、SCC で合意された、関東平野、合衆国空軍施設整理統合計画で、立川飛行場は、アメリカ軍からの全面返還が発表された。地域販売所、陸軍死体処理場、 1964年に横浜市港北区の岸根平社地区から移転、空軍病院などといった主要施設の横田飛行場移転とともに段階的に返還が実施され、1977年昭和52年11月30日にすべての敷地が全面返還された。東地区の旧極東航空資材司令部付近は所有者である立企業株式会社や 新立川航空機株式会社に返還され、商業施設の他都立砂川高校、私立中学校、私立体育館などの公的施設用地として利用されており、救急軍病院付近は立ち日ゴルフ練習場として利用されている。その他の跡地は東部、中央部、西部の3地区に分割され、東側は陸上自衛隊立川駐屯地のほか、海上保安庁、 警視庁、東京消防庁など各観光庁の施設が設けられ、立川広域防災基地となった。1994年には一部がファーレ立川として再開発された。また中央部は昭和天皇在位50年を記念して国園昭和記念公園が造営された。残った西部地区は米軍から返還された後も30年以上。 実質放置されていたので、自然な森とかし、近年では、気象動植物の存在が確認されている。また、松谷由美の、ランドリーゲートの思い出で歌われた、立川陸軍航空交渉の煙突も戦後の、佇まいを残している。そのような中、2007年9月に、東京都、神奈川県にある数カ所の刑務所関連施設を、統合した、国際法務総合センター、 歌唱の建設案が法務省から秋島市へ要請され、北川み一る秋島市長は要請を受理する意向を示した。法務省からのこの要請に一部の市民が刑務所、施設建築反対運動を行い、2万7千人を超える署名を集めて秋島市へ陳情したが、市議会で不採択となった。その後、2008年6月に東京都が利用計画を財務省に提出した。 2013年9月から柴崎分水路移設その他工事により残地構造物撤去や樹木伐採が始まり基地跡に残っていた建物や煙突の一部が姿をした。また2014年9月頃に残っていた3本煙突も解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。